ああ、さすがに無理か。うわ、沢先生の、沢先生のこんな姿見たくないんだけど、誰か助けてこの、どこの先生、今回ですね、沢先生使っていこうかなと思います。沢先生意外とダッシュ速度が速かったり、今裏取り性能がね、高かったりしてますので、今回はメダル編成で、めちゃくちゃにダッシュ速度上げていけば、今の環境でも沢先生活躍できるんじゃないかなということでやっていきたいと思います。メダル編成こんな感じ。なんとですね、ワポで旗取り数が多いとダッシュ速度 12% 増加するってめちゃくちゃにね、ダッシュ速度上げてくれるのと、あとは、ドフィーとローのメダルになっております。このザ・ゲッター編成でね、さあ先生、今の環境でもどうにかこうにか活躍できないかなということでやっていきましょう。どうぞ。はい、さあ先生の本拠地来た。待って、これね、さあ先生の本拠地なんだよね。頑張っていきたいと思います。これ一旦、そのまま直行でバスコンやっといて、そのままエレファントガンもらっちゃった。あ、でもスキル使えた。オッケーオッケーオッケー。これで真ん中下ろさないっていうね。一旦これで真ん中下ろさないっていう頭痛なんだけど、これね、何戦かちょっとやってみたんだけど、意外と初手で、こっち行くとね、真ん中降りない人がなぜかわかんないけどね、多くて、一旦これで真ん中確実に取り、はい、ということで、まあ、さあ先生とりあえずやることはやったので、ここからカイドウで行きます。ここから見てるでズババボボン。ここはどうしようかな。開けるとめんどくさいな。あっちの初期は溜まってよ。溜めてるな、マムさん、しっかりと。オッケー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 。で、こっち味方さん来た。攻撃あわって。うえ、つい、危ない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 。ここから、待って、誰だ、コビーか。めんどくさ。そこまでだ定期だな。これ、ちょっと待って、きつ。どうしようかな。きついな。ここから待って、ズババカーン、ズババカーンで、一旦これ旗取りたい。オッケー、ジャス決める。待ってです。めっちゃ集まってきたな。初期旗、これちょっと敵さんたくさんいるんで、僕もこっち行って、二陣狙いに行きたいな。うん、ありがとう。めっちゃありがたいわ。ごめん、ありがとう。取りまして、二陣、ここ取りたいね。一旦ね。オッケーオッケーオッケー。どっちが初期旗かもうわかんなくなっちゃうよね。これに関しては。どっちが初期旗なのっていうね。で、ここからブースト回復不能がうざすぎる。で、ルフィ太郎は、これはまた一発入れといたりとかしといて、危ない。で、無敵来たら、まあ無敵合わせればいいから、無敵には無敵を合わせれば大丈夫。で、ここでシンプルに、あ、オッケーオッケーオッケー、耐えて、んで、マムさん、ここをちょっとできるだけ耐えていきたい。で、ジャス回避もらってからの、オッケーオッケー、回復ちょうだいよと。で、こっちも、しっかりと、お前の目は死なねえな、麦わら。フルゴラ気をつけて。言ってる腹から。はい、だがしかし、あそこで粘ることはできた。で、D 旗結構溜め切られてる。ここちょっと取られたくないから、一旦、あ、ごめんなさい、間違えて話しちゃったけど、おー、取った。で、かまる。ここで、ありがとうございます。で、一旦ダウンさせといて、で、ここから、待って、ワポル&体力70倍以上で、このダッシュ速度めちゃくちゃ速くない？めちゃくちゃ速い。あれ、やけどでやられろ。こっち来るな。やけどでやられろ。オッケー、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 オッケー。しっかりとやけどでやられてった。で、ここはもう、ま、攻めずに守ります。攻めずに守りたい。いや、マムさん、あれ、ゲッターになったらどうせ取られるんでね。明日はね、あそこはね。から、ここしっかりと守りつつも、オッケー、オッケー。しっかりとマムさんにここを溜め切ってもらって。で、そこまでだは別に食らっても大丈夫よ。ジャスカヒ。んで、これもう真ん中でこれずっと置き切っちゃおうか。待って、これずっと置き切っちゃおう。あ、好きしかないけどね。このスキル好きしかないけど、一旦これ全部、最後まで打たせてもらえないや、もう。最後まで打たせてもらえないスキルって何なんだろうね、本当に一体。ここはちょっと取られないようにだけしといて。いや、待てよ、あそこのマムさん、バルハン、バルハン行け。お前、どっちにタゲってんの？ちょっと待って、ジャスジャスジャス。一旦ここコビーにも逃げられてもめんどくさいから、なんかわちゃわちゃしてるけど、たくさん攻撃しろ。いけ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 。なんかスコアだけ無駄に稼ぐなよ。おはようございます。今回は久方ぶりにサー先生を使っていこうかなと思います。意外とダッシュ速度がですね、速くて、まあ、非常にね、いいキャラなんじゃないかなっていうね、ことを加味いたしまして、吹っ飛べ！いいよ。なんかまあ、ご、ほいよ待って今一瞬で抜けなかった。危ない。今マジで一瞬で抜けなかった。これちょっと回復あげよう。カイドウさんにどうぞ。ごめんなさい。本当に無能でごめんなさい。一旦倒す。通常攻撃一発目結構ね、何リーチがあってね、使いやすいんですが、まあ、ここからまたスキル1を貯めまして、OK。んで、ここでしっかりと捕まえてからの OK。全然何も OK じゃないんだけど、まあ、一旦これジャス回避もらっといて、で、ここの、キング借りたいね。で、3段目これね、意外と打ち切ると強いんですよ。何サーさんの、このサー先生の3段目、通常結構強いのでぜひおすすめやられました。まあ、正直あんな混戦してしまったらね、マサヤ先生そんな強くはないのでね、そこは要注意かなっていうところではございますが、まあ、一旦このままちょっと裏街道でね攻め立てていきたいと思います。あそこ結構わちゃわちゃって、ここで歌無理だ無理だから、あ、待ってよ、でもあれ初期旗こっち、待って、こっち歌引き寄せて、で真ん中行か、じゃ初期旗行かせて、オッケーオッケーオッケー。さあどっちだ、歌どっちかには行かないといけないけど、どっちも相手するのはめんどくさいよね。逃げます。危ない。さあ、しっかりと倒して、これ飛んで逃げて、危ない。そこズバゴンいていた。だけど、シャンクスであれば、まあ、あんちゃんジャス回避、オッケー。で、逃げて、やばい。
味方さんと同じタイミングで攻めたいけどな。できたら同じタイミングで攻めたいんだけど、まあ、様子見てジャスもらっといて、ここしっかりとしばき倒して、誰、歌か、歌ちょっと危ない。無敵で逃げて終わった。はい、だがしかし浦沢先生と今回はずっと強気に攻めるからね、言っとくけど。いやでもあそこ歌だよな、あそこ歌だから、さすがに厳しいなっていうところではございますが、まあ歌ちょっとマジで無理かも。歌ちょっと来られると本当に無理だわ。いや真ん中取れないかな、若江戸さんそっち行ったか。なるほど、一瞬出られた。ここ一緒に取れないよな、なごみ。ちょっとまた一緒のタイミング待つか、どこかしらでね、行きたいなと思うけど、ここ歌でしょ。だってあっち誰だろうな、言ってんの。なごみか、ナゴミンだから、まあ、ここも守らなきゃいけないし、フルゴラ、オッケー。で、ここちょっと、何意味わかんないんだけど、本当に。いや、待って、それに関しては本当に意味わかんない。いけ、ボールオン、おりゃ。オッケー、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 オッケー。守ろう、守ろう。いや、意外とこいつディフェンス能力あるからね。いや、意外とさ、先生、ディフェンス能力あるから、あ、待って、これ真ん中取れそうじゃない、ワンチャン。ワンチャン真ん中取れそうじゃない、これ段差せよ、段差せよ。あ、オッケー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 。真ん中これワンチャン取れないかな。あ、ここ取られそう。オッケー、でか、待って、そこでかすぎ。ここに関してはもう取られないから大丈夫なんだけど、あそこの2陣目だけちょっと守りきれるか。いや意外と待ってこれ守備能力高めやな。さあシャッサー、さあここね、シャンドラ遺跡が落ちてきて、でそっからね、センターラインじゃないわ、直線ラインが結構ね、あのチョイーンっていくとめちゃくちゃ有利な状況があったりもしますので、そこ、あ待って、あそこ空いてない。えであればそのままちょっとこっち行かせてもらって、待ってよ、ここちょっとシンプルに飛ばしていってほしい。初期旗さすがに無理か。これゾロ歌、まあきついんだよね、サー先生って。本当にきつくて初期旗行かれちゃうな、ここは。あ、オッケーオッケーオッケー、でかすぎ。ヤソップさん、これヤソップさんなんかランカーさんやったらめっちゃうまいよ、やっぱここのね、ハンドすごいありがたいなってね、思いつつも。ここら辺は歌、ここはオッケー、決まった、オッケー、いける、なんなんだこのスキルの差は、このスキルの差は一体何なんだ。おい、同じフェスゲンだよな、歌もサー先生も同じフェスゲンだよな、なんだその強さの差は。いや、ゲッターとアタッカーじゃんって言われたらそれまでだな、けどさすがに差がありすぎないか。あそこの歌ちょっとめんどくさそうだな、先に狩るか。オッケーオッケー、先に狩っといて、で一人でもちょっと枯らしといて、このままお願いしちゃう。であっち初期旗いるのシャンクスか、であればまあ普通に攻めるか。オッケーオッケーオッケー、シンプルに総力で攻めまして、スキルは使わずにね、スキル使わずにシンプルに総力で攻めまして、あそこはゾロさんの援護もらいつつも、ここ旗抜いてきます。で4-1の状況強いね。シャンじゃなくて、あぶれ、ちょっとあぶれ、あのサー先生目線から言ってもやっぱ 4-1 の状況はすごいね、ありがたいんですよね。ここしっかりともらいつつも、で初期誰もいないんで攻めます。であそこのゲージは、あそこね、あんま溜まってないってことをしっかりと把握して、サー先生に変わった瞬間あそこ狙いに行きます。はい、なのでここをしっかりと把握した上で、ここをシャンカウンター、危ない。あ、ごめんなさい。あぶれ。ここはもうちょっとやられちゃうけど、シャンだけちょっと攻めてやっていくか。オッケーオッケー、でかい。ちょっとやられる前にスキルだけバババッととりあえず当てといて。オッケー。さあ先生ね、あそこ空いてるでしょ、D。はい、ということで遺跡が落ちてきましたので、このセンターライン、例えば D の人が前線に上がってきたりとかした時のセンターライン、ここの一直線はめちゃくちゃフリーになるんですよね。から、まあ、そこをちょっと狙えたら狙っていきたいなっていうところもあるけど、シンプルに真ん中がやばい。で、ここはままジャスカイヒもらって、うわ、待って、お前、そのセンターもクソもねえじゃんけ。うわさあ、ということで、結論ね、まあ、緑ゲッターはね、まあ、普通に、なんていうんですかね、緑ゲッターは、まあ、なんていうんですかね、まあ、カイドウでいいのかな、なんて思っちゃったりもね、しなくもないのかな、っていうところではあるんですけれども、OK。で、ここしっかりと、無敵、うわ、やばいな、それは。そこ使うのやばいな、スカルプ D。ここ一発、OK、行こう、最後まで打ち切ろう、OK。いや、待って、あっち行かれてんな。いや、これはもう大丈夫だから、さすがに D 取られたらまずい。D 取られたらまずいから、攻めてもの D 取られるぐらいだったらこっちを取るっていう選択肢。おーい、まあ、チャンピオン、もうカイドウでよくね。なんか何戦かやってんだけどさ、今裏が魚人島なんですけど、魚人島本当はね、行きたく、あ、気まずい、やべ本当ね、魚人島行きたくてさ、先生使ってんのにさ、なんかずっとシャンドラの方なんだけど、このステージチョイスバランスみたいなね、おかしい時あるよね、結構ね。いや、割と1回ぐらいしか行ってないんだよね、あの魚人島の方。あ、待って、やばい、さすがよけれた。これしっかりと飛ばしてって、OK、開かないかな、さすがに無理か。うわ、さ、先生の
サー先生のこんな姿見たくないんだけど、誰か助けてこの、サー先生頑張ろうや。いきますよ。いやー、だから、魚人島とか、ああいうね、なんか裏取りがパパッといけそうなステージはサー先生強いけどさ、いやでも魚人、じゃねえわ、シャンドラも、まあ何、遺跡が落ちてくるから、そこは狙い目っちゃ狙い目なんだよね、一応ね。これ取れた、オッケー、間に合う。ここはシンプルに1、2の当ててからの、オッケー、無敵でしっかりとズババン。これね、お願いした、うわー、マジか、そのタイミングか、最悪なんだけど。これマジで最悪だな。シンプルに総力でいくか。シンプルに総力ゾロちょっと無理だから、いやこれ逆にサー先生に変わるってのもありか。こっちに引いて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 、こっちに引いてこっちに引いて、はい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 、よしサー先生次こそは頑張るぞサー先生。いや待って、あいつ緑マルコいるぞ、緑ゲッターマルコいる。お前どっちが本当の緑ゲッターのさ、あの王か決めようじゃん、決めようじゃんって、なんかすごいカンクローみたいな言い方しちゃったけどさ、いやこいつ無理だな、ちょっとどうしようかな。ジャスカイヒもらっといてからの、ここちょっといけない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 、吹っ飛ばせ、当てろ、何してんマジで、もう無理や。こいつ無理だから、そのまま旗狙いに行きます。はいはい、一旦ここちょっと取らないと負けちゃいますんでね。旗取りまして、一緒にためか、マルコさんなんか攻めに行く行かない、オッケー、あそこ復活したのが、ちょっとごめん見てなかったけど、まああそこ、あ、まあ打たね、はいはい、オッケー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 。いや待てよ、これであればそのまま、ちょっと攻めに行こうか。そのまま攻めに行って、はいはい、で初期旗狙いに行っちゃうよこのまま。で体力、待ってこれね、だ、いや、サー先生普通に旗掴むと早いんだよね、出しとくと。うわ、間に合わない。でも間に合わない。で、歌はマジで無理だな、捕まると。捕まらなければいい話か。待って、シンプルな答えだったわ。捕まらなければいい。好き。スキル弱すぎんか。真ん中守りに行くか。あっち、オッケー、切ってくれた。で、あと、二陣取れるんでね、ここ守り切りたい。で、歌でしょ。で、捕まらなければいいからね。捕まらなければいい。待って誰か、マジで、ヘルプ、マジで。泣いたわ。さすがに泣いた。いや、サー先生のスキル2が弱すぎるよな、さすがに。いや、これゾロさん、ちょっとやばくないか。でも、カイドいるもんね。カイドいるから、このままいけるか。あそこ、でもあそこいけそうだな。オッケーオッケー。で、歌、タゲ取りの、インシーの、オッケー、トレの、倒しので、ここ取りので、あ、オッケーオッケー、でかい。で、ここちょっとあっち行けば、俺も旗取れるんちゃうか。あ、待って、そっち来ちゃったか。ごめんなさい。うわ、ミスった、これ。危ねえ、危ねえ。